2010年3月、アメリカ、カリフォルニア州。まったく、冗談じゃないわ。こんな大事な時期に、なんで私が。私が忙しいってこと分かってるはずでしょ。そもそも今さら留学だなんて、そんなの他に適任者がいくらだっているでしょうに。ねえ、あれない。おかしいわね。確かにここに入れたはず。もうどうしてこんなこと。ちょっといい加減にしてくれないかしら、クリス。え、何がですか先。なんだ、今のその子が言ったんですか。てっきり先輩かと。何言ってるの。この子は私の記憶を元に作られた AI、 いわば私の分身みたいなものなのよ。だからこの子の言葉は私の言葉も同然、つまりさっきのは私の意見でもあるの。そうよね。ええ、私はヒア城真帆よ。クリス、あなたさっきから一人でブツブツうるさいわ。これじゃ集中できやしない。アマデウス、すごいですよね、これ。この研究が進めばきっと人工知能の歴史が大きく進展すると思います。でしょ。だからそうやって独り言ばっかり言って邪魔しないでくれる。私だってこの論文明日までに提出しないといけないんだから。すみません。ほんと気をつけてよね。ん、独り言。ファジーセットオブジアンコンシャス。ああ、あった。って、なんであんなところに。の誰よ、こんな高いところに置いたやつを。あの、何本、私取りましょうか。大丈夫よ、別に困ってなんかいないもの。どう見ても困ってるように見えますけど。困ってません。そうですか。そうです。でも私も借りていきたい本があるので。どうぞ。ありがとう。いいわね、背が高い人は。あ、いえ、私もそれほど高い方では。あ、とにかく助かったわ。日本で何か必要なものがあったら言ってね。送ってあげるから。はい。あの先輩、さっきの話ですけど、もしかしてあれって自我の証明の一つになるんじゃないでしょうか。さっきの話って。だから独り言ですよ。もしアマデウスが独り言を言えば自我の証明になりませんか。確かに、人工知能がいきなり独り言でもつぶやいたりしたら、エゴの表れと受け取れるかもしれないわね。でしょ。となると、しっ、ここでは滅多なことを口にするものではないわ。魂は神が人間に与えたもうたもの。この国じゃそう考える人たちがまだまだ多いことを忘れないで。それでなくてもあなたに難癖つけようって輩は多いんだから。そうでしたね。天才ってのも大変ね。あ、私は別に。そういうの嫌味に聞こえるから。すみません。ま、せっかくの機会だと思ってしばらく日本でリフレッシュしてくることね。それも納得いかないんですよね。どうして大学院じゃなくて高校なのかって。仕方ないでしょ、年齢的に考えて。日本ではあなたはまだ高校生なんだから。それにどうせ7月になれば公園で日本に行かなくちゃいけなかったんだから、ちょうどいいじゃない。それはそうなんですけど。そういえばお父さん、日本にいるのよね。帰ったら会うの？あ、それが実は、父から招待状が届いたんですよ。へえ。夏頃、新しい理論の発表会をするそうです。それを見に行こうかと思ってます。新しい理論って？その、あ、まだ
詳しく聞いてないんですけど、相対性理論に関することとか。相対性理論ね。あ、そうだ、先輩にもお土産買ってきますね。よろしく頼むわ。それから戻ってきたら二人で検証しましょう。アマデウスが独り言をつぶやけるかどうか。はい。それじゃ約束。はい、約束です。約束。私が彼女と交わした他愛のない約束けれど、結局それは果たされることはなかった。2010年7月28日、私の後輩マキセ・クリスは滞在中の秋葉原で死んだ。何者かによる刺殺だった。